岩崎宇一岩崎宇一11月10日から1960年6月8日は、大正昭和期の社会学者、政治学者、関西大学第17.1920大学長、佐賀県貴島郡竹雄町を生まれ、竹雄町立高等小学校を卒業後、1908年に佐賀商船学校に進学したが、地元の有力者の勧めにより、旅順夜学校に入学。 しかし、病を得て中退し、しばらく、マン万次郎の元に身を寄せていたが、宇沢総明及び原吉道と面識を得たことが、きっかけで放送会に入ることを決意。神戸警察署で通訳を務めながら、関西大学専門部法律学科に通い、在学中に弁護士試験に合格。1915年卒業後、関大初の留学生として、アメリカに派遣され、 コロンビア大学で社会学及び社会立法学を学び、ドクター・オブ・フィロソフィーの学位を得た。1921年に帰国後、寛大初の専任教授となった。1934年初代法文学部長、1938年初代図書館長を経て、戦後の1947年、寛大出身者として初の学長となり、寛大ルネッサンス、 関大大家族主義、正義を権力より守れなどのスローガンを掲げて、新生関西大学を牽引した。1958年、親近拘束のため学長を辞任。2年後に没した。68歳。ありがとうございます。